皆さんこんにちは。今回はドライイーストを使ったパネトーネを作ります。今回は油分が多い生地なのでドライイーストはお湯で溶いておいてください。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは少し柔らかめ。練り時間は長めで14分ほどかかりました。生地のこね上がり直前にラム酒漬けのフルーツを混ぜ込みます。混ぜ終わったら生地を仕上げます。生地が練り上がったら一時発酵です。30度で70分発酵させてください。一時発酵が終わったらガス抜きをして2分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。15分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地を丸め直します。丸め直したらパネトーネカップに入れてください。ここまでできたら二次発酵です。30度で40分発酵させます。二次発酵中に卵白、アーモンドプードル、砂糖を合わせたものを作ります。作ったアイシングを生地の表面に塗り、アーモンドスライスを乗せてください。ここまでできたら焼成です。200度で15分焼いたら完成です。